器道んは宇宙人ではニャニャニャかったなんとなんと群馬県桐生市のチアミガイト遺跡などからちぶさのある壺が出土しているのですねこれはどう見ても女性像です。そこに近いところには穴も開けられてますよそうじゃのう。 考古学者の先生方はこの時を下部有効と名付けておるな。それでな函館の八木遺跡からはこの下部有効土が注ぎ口のついた時とセットで発掘されているのじゃ。で玉はこの注ぎ口が何を表しているかわかるかな 女性像の壺とセットで出てきたのだからやっぱり男性のそうじゃよ注ぎ口の下に2個の膨らみがあって注ぎ口が男性のシンボルを表していることは間違いないならば株有効時の穴は何を表しているのかのう 女性の大切なところですか。ある先生がそう言ってました。あハハそういう学者が多くて困るの大体学者先生の頭の中はそれ一色なのか穴を見ればすぐそんなことばかり思い浮かべるようなのじゃ。なのにそういう学者に男性のシンボルである注ぎ口から 子種はどこに注がれるのかと問いだだすと彼らの好きな下の穴ではなく上側の土器の口へ注がれるなどと釜ととぶった答えが返ってくるのじゃ。じゃあ結局何なのですか株有効土器の下の穴はこの下の穴が果たして何を表すかそれは。 この時と同じ時期に作られた筒型土偶と比較して考えると正しい答えが導き出せるに違いないよ。この筒型土偶の頭のてっぺんはなぜかすっぽり開いてますよね。沖縄の都というところは、今も縄文的なものを留めているような土地なの。じゃがここの人々の間では？ つむじじがいのののりとられているのだなそこでわしが思うには筒形土偶の頭がすっぽり開いているのは命の息の入り口である「つむじ」を表しているからであり歌舞伎友好土器の口もやはり「つむじ」「うやどす女のつむじ」を表しているのではないか そして筒形土偶の頭にも株有効土器の口にも注ぎ口から命の息すなわち子種が保湿されるのじゃでは壺の底に近い場所にある穴は何なのですかそれも土偶を見れば一目瞭然だへその穴だよ宮古でも つむじとへそが命の息風の入り口だ。それとよく考えてみるが、いい。女性の大事な部分の描かれた土偶なんて見たことあるかね。基本的に土偶にはそういうものは省略されるものなの。じゃよ。では、どうして学者先生はそっちばかりにこだわるのですかね？ 年がら年中発掘調査ばかり穴掘りばかりしているからつけべ根性が染み付くのじゃなその上彼らはつむじ曲がりへそ曲がりと来ている都でもつむじやへその入り口の正しくないものはつむじ曲がりへそ曲がりになると信じられているわな